浦島坂田船は日本の男性音楽ユニットである。主にニコニコ動画、YouTube で活動している。浦田抜き、島、隣の坂田。千乱の4人から構成され、全員がニコニコ動画などで生放送を行う、生主出身の歌い手であり歌手。グループ名は、それぞれの名前から2、3文字を取ってつけたものである。2013年に結成し、 歌ってみた動画の投稿など動画サイトを中心に活動を開始。2015年にミニアルバム始まりの合図で CD デビュー。2016年ビクターエンタテインメントよりアルバムクルーズチケットを発表しメジャーデビュー。2018年に発表した5枚目のアルバム Venus がオリコン、ビルボードジャパンの両音楽チャートで首位を獲得。 2019年にはアルバムシャッフルでゴールドディスクを獲得した。2021年に発表したアルバム LVE がオリコン、ビルボードジャパンの両音楽チャートで再び首位を獲得した。ファンの名称はクルー。最高位はオリコンウィークリーチャートに基づく。 2016年、2017年、2018年、2019年、2021年、2019年,2019年10月から12月まで、東京 MX 他で放送された、ショートアニメ。高校に編入した浦島坂田線の青春を描いた、オリジナルストーリーで、各メンバーが、自身のキャラクターの声を担当する。浦島坂田線の日常に関するカテゴリー。ありがとうございます。